今回もですね、グーネットさんのお力を借りて、セカンドカー探しの旅にやってまいりました。いやー、暑いですね。おい、黄昏るな。こんな炎天下の中呼び出して。これアメーターのでしょ。そうです、スープラ。はい、このチャンネルの第1回に出てきたやつでしょ。よく覚えてますね。覚えてるよ。もう今この情報社会なんで、やっぱいろんな人が見てるわけじゃないですか、ね、車とかも含めて、まあ、そしたらね、とあるとこから連絡がありまして、うん、で写真が送られてたんですよ、うん、この車はお前の車じゃないのかと、うん、全然読めないよまだ。そのスープラをよく見ると、うん、実はですね、うん、昔僕が乗っていたスープラ。すごくないですか。マジな話それは。だとしてもなんで来んのよ。でなんでアメーターが乗ってたやつだって分かんの。写真を見て、なんか調べたらしいですよね。いろいろ追ってったらあなたにたどり着いたの。そうなんですよ。まあ、ネットは怖いなと思って。怖いね。別にアメーターお前のだろうって言って、なんで言ってきたの。なんかもともと中古車なんで、やっぱ仕様とか、うん、まあ、どっかどこでどうチューニングされたとか、うん、まあ、そういうのが知りたいんですよ。そうです、そうです、そうです。これがね、僕の乗っていたスープラなんですよ。黄色だね。黄色なんです。え、ガルリングにしてんの。ガルリングにしてたんです当時。でこの車800馬力ぐらいあるんですよ。すごい。チューニングとかをかなりしてたんで。すごくね、連絡来るってね。連絡が来たことがすごい。もうそれぐらい80スープラってだから世界で人気があるんですよ。そういうことですよね。長いんで説明が。これでですね、まあ、やっぱ僕もその80スープラを探したいなと、もう一度乗りたいなと。あ、これに触発されて。それも含めて。そうなんですよ。で今キーマル乗ってるじゃないですか。いいじゃんもうこれで。僕実はね、70スープラも持ってるんですよ。ああ、そうなん。昔の、うんうん、で80スープラだけ実はなくて、でなので、まあ、スープラを、まあ、ちょっともう一回買いたいなと思ってるんですよ。80を買いたい。そう、80スープラを、まあ、やっぱりスープラ乗りとしては、うん、まあ、3台もう一回揃えたいな、と3台並べたいなと。とうとう僕の企画の時代が来たなと。企画の時代来たね。それがなかなか車買わないもんだから。そうなんですよ。でもまあ日本車がやっぱ世界中にやっぱ散らばってんだね。そうです。やっぱこの車は、まあこういう車がね、やっぱ GTR とかもそうですけど、やっぱ結構人気があって、いろんなところに散らばって、しかも高いですよやっぱり海外の方が。全然ね、僕もずっとスープラ乗ってるんで、はいはい、昔から、うん、スープラ界隈では有名なスープラ専門店のが実はあるんですよ。そうなんだ。はい、で今回はそのスープラ専門店さんにまずお邪魔して、はい、その実際の今のスープラ事情とかね、うん、ちょっとお聞きしたいなと。わかりました。さあメーター、はい、ずらっと並んでるじゃないですか。スープラ、うん、なかなか見ない光景でしょ。すごいねこれは。そうなんですよ、うん、コニパ。そうですね、程度悪くてもいいっていうのであれば、うん、最低でも500はしますね今。程度悪くて500だって、はい、